残り5人になってますよ。はい、何を言われようとって。村井来い、村井ね。残ってるのはふーちゃん、えんぴかちゃん、るんちゃん、りかちゃん、村井。5分の1、いきます。ドン。誰かな。おお、皆さんの期待に応えて村井。村井来ました。これ言葉で表現するの難しいね。村井の推しポイント、褒めポイント、皆さんで考えてみましょう。さあ、村井優さんでございます。24分からいきましょうかね。推し面はむずい。そうなんですよね、言葉がまとまらないからね。あと1分ありますからね、ちょっと考えてみてください。ポンポンポーンって。あの MC は伝説ですね。でもね、一気で始まり一気で終わると感動ものですね。あ、どうなるかね、わかんないですね。まあまだ今のところ可能性はありますね。ルンちゃんがまだここに残ってるっていうのもなかなかですよ、残り4人にね。はい、なので最終日はルンちゃん、リカちゃん、エンピカちゃん、フーちゃんということになりそうです。はい、ということで20秒前です。皆さん準備をしていただきましょう。いいですか。そうなんだよね、おしめの場合イップスになる可能性あるよね。 TK さんいないか。じゃあ行きますよ、スタート。はい、ということで、ブライユーの褒めポイントですね。ゆうたさん、僕はゆうちゃんを好きになる。おお、僕は僕を好きになれないじゃなくていいですね。ちょっと待ってくださいね、コメントいきますよ。よだしがさん、桜坂のギャップナンバーワン。おお、ギャップね。カシオペアさん、見ぐりで真摯にお話を聞いてくれる、で話していて価値がある。なるほど。マスヒロさん、ダンスより症状よし、笑顔よし。あ、タケちゃんさん、全力、天然全力娘。秋村さん、I love you, I love you って、まさかの秘書堂さんもかぶる。フォースさん、瞬間で輝くプロフェッショナル。母ムックさん、普段はふわふわ、ダンスはキレキレ。鈴鹿さん、ほんわか目力王、天然ではなく純粋。あー、確かに。真面目ピュアダンサー。真面目ピュアダンサー。いいね。確かなダンス力、大不思議3。広島企画の時、目いっぱい喋って結果マイナスになったの好き。天然を知らない天然。そのまっすぐな瞳で見つめられたら何も言い返せません。ある意味センス女王、村井優。確かに、ザ・ピュア。村井優社長。あ、村井社長ね。桃鉄ね。透明に近い純粋さ。魅力的なダンスが最近虜になりそうです。正直不思議すぎて魅力の底が見えません。ふわふわ、いや、バキバキ。リナオキさん、うん、美味しいとずっと一人で言ってるところいいですね。センスが光るワードセンス上、ダンスバキバキ、目バキバキ 1万%。目の誘感、誘惑、目の誘惑、おお、ずっとそのまま純粋でいてほしい。うん、澄み切った青空のような人。おお、澄み切った青空のような人。あ泣く子も黙る目力。必殺のデパート。必殺技のデパートか。ダンス 1万%。厳島神社に詳しい才女。厳島神社でいいんでね。はい。厳島神社。天然を語る天然。情熱大陸になるコメント力。ゴロさん、確かに。なんか定期的に確かにがきますね。最終兵器少女。誘惑で見せるダンサー。ツッコミ志望の天然娘。ダンスは優れてみんなに優しい村井優。純粋オールラウンダー。ああ、純粋オールラウンダーね。リナオキさん、超電動スピンコンバトラーユーって。確かにね、ターンが綺麗だからね。カシオペさん、確かに低速ユーちゃん。目力のイーネブラ。イネーブラ、イネーブラか。あ、イネーボーね。
一瞬の永遠、一瞬を永遠に切り取るパフォーマー。おー、リアルミッフィー、あー、ウサギね、テン&ネン、キラキラターン、それ言う、言わないかな、ユーポンさん、すべてにわたって言うの、まさにオールラウンダー、魅力が溢れていてちょっとずれてるのが可愛い、うん、間違いない、最終兵器オールラウンダー、大声企画で覚醒したユーちゃんの目力、炎の犬さん、天然バキバキダンスシティガール、低速ユーちゃん高速ダンス、村井は一撃でバディーズを仕留めてくる、確かに、いつでもの物事を新鮮に捉えられる、明るく可愛いダンス女王、ダンスのダンスへのパッション 10,000%、ダンスもバラエティも独特の間がある子、さあいいですね、でも確かにがこうコンスタントに来るのいいですね、はい、あと1分切ってますよ、ダンスもバラエティも独特の間がある子、天然 10,000%、私伝えようとしてるバラエティとライブでギャップが素敵、ダンスバキバキの、ボーパルバニー、あー、ユーユーユーの坂田の名家、そうなの、眼帯のユーちゃん、あービューティフルね、赤坂ミニマラソンでのファンサはすごい、ワードセンスの塊、ザギャップ、ターンが綺麗、顔も綺麗、まだ大丈夫だよ、あと10秒ある、いけ、話の代わりにダンスで伝える村井優、村井優の未来優、おお、そんなこと言う村井優、ということで終了、今書いてるやつまで OK にしましょう、そもそも受験する前に桜坂を最初に思ったほど知らなかったが、かわよい、静寂の暴力で2回転しちゃうとこ、ダンスで見せてキャラで落とす、ダンスバキバキトークふわふわ、ジックさん、彼女は真っ白、どんな色にも染まれる、全力天然、名ワードセンス製造機、不思議天然優等生、イエイなんでだよ、イエイ、MC も面白く伝えられやすい、ね、いつか表題センターを、素敵な純粋な優しい少女、優柔なんていうものかな、わかんないや、村井優すごい優村井優の優ってやってほしいけどね、赤坂アイドル、奇跡の天然素材、ずっと美味しいもののリアクション取ってるとこ、何を言う村井優、醤油ラー油 I love you じゃねえか、ここは難しいな、ね、これ難しい、大文さんこんばんは、ということで、そうですね、村井優はでも本当その純粋さがゆえに出る天然さと、そのダンスにそのかける情熱というか、まあ、クオリティの高さみたいなのがね、勇往邁進って呼ぶんだあれで、僕ね漢字弱いのよ、ごめんね、はい、ということで、さあだから本当にダンス力は評価がやっぱりみんな高いんでしょうね、さあいかがいたしましょう、MVP 難しいですが、結構なんかでもパワーワード的なワード結構あったような気がしますけどね、皆さんは誰が良かったですか、見えたぞ桜坂の未来が、確かに、まあ僕一番笑ったのは、超電磁スピンコンバトラー U が好きです、はい、神園さんの一瞬とたけちゃんさんの未来優、たけちゃんさんの未来優は後ろの方だったかな、あ、村井優の未来優ね、神園さんの一瞬、神園さんの一瞬を永遠に切り取るパフォーマーね、はい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 、関西2人っすねてかみんな関西っすね、今上がってんのはね、
でもね、普段はふわふわ、ダンスはキレキレ好きでしたけど、僕。母ムクさんの。普段はふわふわ、ダンスはキレキレ。まさひろさんのダンスよし、表情よし、笑顔よしもいいけどね。エネーボルというのは製造業とかで使われる、そうなんだ。可能にする人のこと。手段とかビジネス用語には新しい社会システムを構築する上で不可欠になって意味な。へえ、そうなんですね。勉強になるね。いい企画、全然違うとこでいい企画使っちゃった。僕は母ムクさんかな。そうね、村井純粋だからこそスポンジ能力、確かに。みんな勉強になるね。どうしますか。僕は母木さんで行こうかなと思ってますが、問題なければ、もう僕の独断と偏見で良ければもう母木さんで行こうかな。意見がなさそうなので、じゃあ母木さん、母木19さん、で行きましょう。はい、普段はふわふわ、ダンスはキレキレということで、母木さんおめでとうございます。さあ、今日も進みましたね。